様こんにちは、なりわでございます。本日は、ダイソーさんとセリアさんで購入してきたものの紹介をしたいと思います。そんなにたくさんではありませんけれど、ではまず、セリアさんの方からいきたいと思いますね。本当に、ね、あの数点なんで、ちょっとね、お恥ずかしいんですが、ただね、私今日ねずっと断捨離をしていましたので、一日中朝早くからずっと立ちっぱなしだったんですね。で、ダイソーさんとセリアさんに出かけたのは夕方、何時頃でしたでしょう、4時半頃出かけたんですね。それでもうなんか歩いていてもなんだかもうね疲れちゃってフラフラしながら見てきたので、では、早速まず、まあ、家庭用品なんですけどね、これあのトイレの便座カバーですね、2枚買ってきましたね。白いタイプとちょっと模様の入ったのと2枚を買ってきました。そしてあと、これはあの靴底に入れるふんわりとしたやつですね。あの結構ボコボコしてまして、これあの今日ね実はあの編み編みのね夏用の靴を履いて出かけたんですが、あれちょっとワンサイズ大きいの履いておりまして、ちょっとね足が、なんでしょう、前行って結構疲れるので、こういったねこんな感じのをね、買ってきました。ちょっとポコポコ土踏まずのところとこのね足の指の元のところと、そして後ろがちょっとポコッとなってますね。こちらを購入してまいりました。そしてあと、シールですね。これなんでこのシールを買ったかと言いますと、あの私いつもね冷蔵庫の中をね、今日あのちょっとね綺麗にしていたんですね。その時にやっぱり賞味期限切れのものが出てくるんですね。それで、あの例えば卵だったらケースにはね、賞味期限書いてありますでしょ。だからこのシールに、何月何日と賞味期限を書いておいて、日付だけでいいですよ、何月何日だけでね。それを卵のところポッと貼っておけばあの一目瞭然ですよね。それとかあの冷凍食品とかあといろんなね食品でちょっとね賞味期限がよくわからないようなものはもう目立つようにこうあのシールに書いて貼っておこうかなと思いまして、このシールを買ってきました。そういった使い方をしようかなと思いまして、あとセリアさんの、あと1点はこちらですね。これあの洗濯用のネットでございますね。洗濯ネットですね。これは私ね洗濯用に買ってきたんじゃなくて、旅行の時に使うと前もあの購入しましたよね。多分一つだけでは足りないのでもう一つ購入してまいりました。ということでセリアさんは以上ですね。でセリアさんのものは全て、100円でございましたね。5点買ってきましたので、全部で、540円、違いますね、これセリアさんで、これダイソーさんの見てる、ちょっと待ってください、あれダイソーさんのレシートどこ行ったんだろう、あこっちだわ、あそうですね540円でしたね。では次ダイソーさんで買ってきたものも数点ご紹介したいと思います。まずね、あの粘着テープですね。テープがねなくなったのでテープを購入してきました。そして、それからそうそうあのスポンジですね。やっぱりあのダイソーさんのこのスポンジが一番いいですね。セリアさんのはあのいろいろあの色違いのいろいろ買ってきましたよね。中にはあのファンデーションを全部スポンジがね吸い取ってしまって、こうポンポンポンってやってもキックバックしてくれないんですよね。中にはあのこういったタイプのものが入っているんで、そちらはちゃんとねあのうまく使えたので使いまして、なのでやっぱりこれが一番いいなと思いましてこちらを買ってきました。それからはい、これ虫除けですね。あの虫除けあのやっぱりね私すぐね虫にね、噛まれるので出て本当なぜでしょう、いいの一番にね虫に噛まれてしまうので、それで虫除け夏はやっぱり虫が一番嫌ですよね。であのこれね、
2色入りだったので、あ、ちょうどいいなと思いまして、白とブルーの虫除けをこんな風にして出てもね、2色、あ、なんか香りがしますね、これ夏なので涼しそうでいいかなと思いましてね、こちらを購入してまいりましたね。そしてあとはこれ、スリッパですね。こちらだけ200円でしたね。100円ではなくて200円でした。これは要するにお手洗いのスリッパをね、買いようと思いまして、こちら買ってまいりました。であと一つは、こちらですね、フェイスマスク 3D の潤いシリコンマスクですね、やっと買えましたね。もうね、あと見たいものがあったんですが、もうね、なんだか立ってるのが辛くて、もうそれに暑さもあって、いや、もうこれで帰ろうと思いまして、以上でダイソーさんとセリアさんの購入品は以上でございました。ダイソーさんは1点ね、200円のものがありましたので、全部で648円でございました。本日は、セリアさんとそれからダイソーさんで、購入していきました商品の紹介でした。ダリワでございました。では。